ある石尾庄司も攻撃に参加。低いボールすらして外から打ってくる、決まった、先制カナダは最後は松田力、ミドルシュート、ゴール右隅に突き刺しました。素晴らしいゴールですけどね、これ中で駆け引きしててブロックしてる部分もあるので、なかなかマークがこう出てきづらいというかね、という状況を作り出して、まあ、こぼれ球でしたけれども松田選手よく反応しましたよね。抑えの効いたすごくいいシュートなんで、まあ、ワンタッチで、ね、コントロールせず、まあ、グラウンドが多少スリッピーなのも予測してね、しっかり転がせばスリップしてくれるっていう予測のもといいシュートでしたよね。抑えの効いた秋田、そして藤村狙ってくる、バト、決まった、追加点はカナダ。セットプレーからゴール突き刺して2対1、まあ、ゾーンのディフェンスで目先を変えてね、繋いできましたね。ここのアイデアも非常にいいですし、藤村選手のこの抑えの効いたシュートもね、非常にいいですよね。やっぱり、まあ、インサイドでしっかりこう当てるだけでね、強く押し出すような蹴り方で振り抜くんではなく、ボールをしっかり押し出すってコースを狙ってるシュートなので、技術的にも非常に高いシュートですし、まあ、藤村選手らしいシュートというかね、でしたよね。前の丹羽、向こう側大谷が走っているが、丹羽が打っていった、決まった、先制カナダ、自ら打ち抜いた丹羽志雄、今シーズン4点目は嬉しいカナダの先制点。このターンからですね、ここのターン非常にうまかったですね。2人食いついても見えているので、ボールを触らず体だけのターンでかわしましたし、大谷選手のサポートも良くて、やっぱこれ相手は見なきゃいけないですよね、2人とも ね、ボールホルダーの丹羽選手と来てる大谷選手も見なきゃいけないので、ちょっと寄せきれずにね、その隙見逃さず丹羽選手、この角度から見ても面白いですよ。アウトサイド、まあ、投球気味ですかね。